マルク・ホッティガーは、スイスの元サッカー選手。元スイス代表。ポジションは DF。地元の FC ローザンヌスポルトで選手となった後、FC シオンに移籍した。1994年8月1日には、プレミアリーグ所属のニューカッスル・ユナイテッド FC に52万5000ユーロで移籍した。1994から95シーズンは、ライトバックのレギュラーとして起用され、 FA カップでのブラックバーンローバーズ FC 戦では20メートル以上の距離からのゴールを決める活躍を残した。しかし監督のケビン・キーガンがバレン・バートンをウィンブルドン FC から引き抜いてくると彼の立場は一転し1995から96シーズンは出場機会を失っていった。1996年1月19日には70万ユーロでエバートン FC に移籍。 しかし、労働許可証の取得に時間がかかり、3月9日に取得するまで長い時間を、彼は待たされることになった。こうして、労働許可を手に入れた彼であったが、出場機会は乏しく、ボルトン・ワンダラーズ FC から1点を奪ったのみで、1997年6月に退団した。2万5000ユーロで FC ローザンヌスポルトに復帰した、彼は、 その後1999年に FC シオンに復帰し、2002年にシオンで選手を引退した。1989年から1996年にかけてスイス代表として出場し63試合5得点の結果を残した。1994FIFA ワールドカップや UEFA Euro 96にもスイス代表として出場した。ありがとうございます。